皆さんこんにちは。今回もみんな大好き激安スーパーラムへ行ってきたので商品紹介するよ。今回は朝食にぴったりな商品があったので買ってみたよ。それではスタート。まずはこのバカげたパン、発見した瞬間手に取りました。このインパクトは最高です。ドデカメンチカツバーガー、お値段150円。続いてはこちら、豆乳バナナヨーグルト、お値段91円。安すぎですね。とろーりまろやかな豆乳ヨーグルト、安くて気になったので購入。成分についてはよくわかりません。ピーチ味も購入してみたよ。こちらはコラーゲン入り、桃のパッケージが可愛い。ヨーグルトは好きなのでどちらの商品も楽しみですね。まずはこれから行きましょう。どれかメンチカツバーガー、どれかメンチカツバーガー、どれかメンチカツバーガー、どれかメンチカツバーガー。商品化してくれた人最高ですね。この圧倒的ボリュームは良い意味でアホです。値段も安くてさすがラムーさんですね。中身もしっかり入ってます。次はバナナヨーグルト、開けた瞬間バナナの良い香りがします。感触としては滑らかというよりもプリンのような弾力がありますね。これが豆乳ヨーグルトなのでしょうか。ピーチも行ってみましょう。こちらの商品もヨーグルトの滑らかさというよりも柔らかいプリンみたいな感じですね。ピーチの香りがよく美味しそう。では準備ができたのでいただきましょう。メンチカツ大きいな。バナナ味からいただきます。感じるバナナ感、味の主張が控えめなのでフルグラやコーンフレークなどを入れるとさらに美味しくいただけそう。ピーチ豆腐はどうでしょうか。こちらもかすかな感じる爽やかなピーチ感、甘すぎないのでメロリといけちゃいますね。ただ甘いヨーグルト感が欲しい人には期待はズレになるかもしれませんね。どちらのヨーグルトも好みは分かれると思いますが、お値段も安いのでチャレンジの価値はあると思います。メンチカツバーガーもいただきましょう。どの商品も安くていつもワクワクさせてくれる、さすが大人気スーパーラムーン。気になった人はぜひお近くのラムーへ行ってみてね。